はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日もバフェンオッズ動画ね、撮っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあはい、もうねこの画面になってる、かつ僕のチャンネル、かつ心拍直後っていうことはもうそういうことですよ。どういうことなんですか？一体どういうことなんだ？全然わからない、さっぱりだぜ。見当がつかねえそれはもう心拍トーナメントに決まってるじゃないですか。おお、ついにあの見たな、あの温めといてやるか温めてたからな、たまんねえぜ。今回の俺は強いぞ。嘘だ。いやいや、今回はすごいよ。今回あれやもんね、あのヘイローお得意のくるくるテーマ実装されたもんね。そう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 、くるくるテーマすごいいっぱい動画出したし、どっちやろう、うん、確かに2つあるな、確かに。まあでもとりあえずヘイローさんね、あの僕ともつくさんが使ったテーマ以外のやつを使ってもらったら助かります。ああ、なるほどね。だから俺が先にやるの。そう、いやだってかぶったら嫌じゃん、ね、かぶったら嫌やったから、じゃあ俺ともつくさん先やろうっていうことでね。いいよ、みんな天気でいいよ、みんな天気でいいよ。これだけはやめよう。地獄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 、ほんまにやめよう。ではやりましょうか、もつくさん1回戦。よっしゃー、踏みつぶしてやる。ちょマジでそろそろ連敗止めたい。デュエル、デュエル負けるんやろな。ツンツさんには勝てるからな。ツンツン負けるんやろな。なんでなん、俺クロノス使ってんの誰だ。クロノスどっちや。いや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 、あああいや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 、そら使うでしょ。エクスライロだって俺デッキ2個しかないもん、心拍一周差しかしない。待てよ、2個目2個あんならよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。めっちゃ考えてる人ちょっとやばいですよ、やばいですよ。考えますやん、これはすり替えのやつですね。やばいんですよ、やばいですよ。やばいんですか。やばいんですね。やばいですか。これはこうやな。モンスターセット、はい。2枚スカイの2枚セットしたーエンド。シャバのターン。やばいって言わなければ。ではスキル。立ち前だった。古代の城発動だ、ポーズよ。これは完全に天気。あ、俺にやばい。ごめん間違えた。は？ガチで間違えた。じゃガチで間違えた。デッキの中にゴミがいっぱいある。ちょっと待って、ミスった。本気でミスった。カードゴミ。待って、本気でミスった。あ、これもつくさん、もつくさんこいつ減点よ。あ、マジでミスった、ひどい、これほんとひどいよ。許せねー、これ。ちょっと待って、固まったもん、ひどすぎて。いや、これはもう正義のもつくが、正義のもつくの鉄槌が。そう、雷天気ターメルを召喚。事故ってないやん。雷天気ターメル違うんやって、違うやって、普通の天気じゃ思んないと思ったんよ。もつくさん、ちなみになんですが、やめて。ターメルはそう、あーよかった、もつくさんさすがです。俺使ったもん、天気任せろ。みんな触ってる天気は。貴様のキャッスルは除外効果は使えない。天気模様が貼れないぜ。カードをセット、貼れなさそうだぜ。カードをセット、バトル、どうせそれシブルグやろ。どうせシブルグ。そんなわけないだろ。ターミルで攻撃にしろ。どうせシブルグ、こいつ弱いよ、ほら。ね、かわいい、身長ですね。そうだね。もう一枚コズサイダー、打て打て。絶対それコズやん、絶対それコズじゃん。はぁいや、スキル発動。さあ、来い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 、ダーン。お、静かになったぞ。あ、これ待って、デスティニードローした今。やばいやばいって。ちょっと待ってね、これは あのシムルグの闇を引いちゃってサーチ先がないとかかな。いやー、ピン出しってことはないでしょう。2枚、さすがに2枚手札なんてことは、さすがにね、さすがに悩むこともないターンエンドだ。悩むってことはそれはそんな何回もやばい。ターンエンド、あーあーって感じだな。知ってた。あー、ゴミガーン。おい、ゴミって言うなよ。ゴミとガウとそればかり、それ以外の言葉を知らないのか。買う資格はない。そうだ、うるさいな。ドン天気スレッド召喚。なんだこのビートは。ブラックボールみたいで勝てる。リバースカード使わないのか。雷天気ターメルを。だってそれコズサイだもん、どうせ。そして守備力どうせ16やもん。そう、またヒラだ。ドンピンスレッドで攻撃。くそー、あと1なんとかなれ。
さあ残り500ドロー脱ぐ気がおんだけお前らいやまだだ信じろ客船的ハリケーンは発動貴様のリバースカードを集めて手札に戻るだよえぐる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 えぐる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 パワーやったか小ずさいじゃないのあれ小ずさいじゃないのちょっと待って違うよいや使わせよ雷の天気模様発動うわぁコズミック最強うわ光の速さでねでも手札戻ってたんでよかったんじゃんいやでもこれ確かにいや待てでも1枚しか手札ないからこっからどうせ動けないでしょどうせねいや自己再生してから自己再生再生があるからないやでも再生してもこいつら可愛いだけでしょちょっとこの1点に全てをかけるしかないやめろ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 ザラー勝ったなこれ超新調シブルクはちょっと待っておいやシブルクカードで何加えることができるのよ召喚権がどう考えても使っちゃいましたね今召喚そうシムルグのライコ通信帳よみがえるモンスターよ何、すごいさらになるほどおもう無理だよあなんでだよなんでこうなるいっぱいターンもらったのにくっそーシムルグ、まあ、いい耐えてくれ避けろこれ避けるしかないですねシエルちゃん召喚エイツンさん、はい、これって価値格ソリティアですか？いや、違いますよ。これ召喚したときにサーチしないといけないんですよね。ターメルで攻撃。怖っ。まあいいだろう、まあいいだろう。死んだ。やっと勝った。おい、エロ。なんだ今のデュエルは。もうしょっぱいデュエルしたからちょっと俺らが見せたろ。もうこれかな。もうこれがな見せてやろうあーエンターテインメント性のかけらもねやつらに教えてやろうやばい任せろ先行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 俺がデュエルのつものを見せてやるぜ先行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 俺が先行出た満足やろうなキース先行先行キースよしよし第一カモンあーしまったシムルグかさてはいやシムルグはないやろモツクさん使ったしな確かに墓標からのリベンジャーおいふざけた魔法を使うんじゃないぞ無の煉獄おいすごい無の煉獄で先行ワンタンキーかあーなるほどね取引スキルのデビットで敵には闇属性しかあーシブルグだ意志を継いだか頼むぞ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 行け何貴様墓穴の道連れあーはい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 デーモン狙いか引けなきゃ死ぬぜ貴様お互い捨ててドローか頼む頼む頼むじゃ俺は引くシャッフルリボンシャッフルリボンセットしてシャッフルリボンまだ引けるまだ引けるからパチンコしてんな頼むデッキを戻してドローはいおい先生ブレイクだろはいターンエンド俺様のターン人は死ねえヘイロー行けドロー頼む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 先生俺様の勝ちだ。なんだ。ほう。やっぱりな。やりがやっぱりだ。勝ちは。勝ちは。あーちょもう。じゃでもね向こうもねすごい事故ってたんですよ。すごい事故ってたんですよ。サイクロンじゃー。おお。ほう。あいいだろう。しゃあなしやぞ。今くせか。くそ。いやねブラック。ドロー。来たぜはい勝ち残念でしたー内向でーす地上最強カードだいいだろ俺があれば何でもできる止めないこれ止めれないねあーじゃあ勝ちだわなマジマジダークネスシムルグ闇と風を加える、はい、通信帳通信帳はいはい通信帳は召喚に成功した時シムルグの召喚権を一つ増やすちょっと考えますどうぞ止めなきゃ出るぜブレイク止めるしかない悲しみをブレイクいやでもネクロマンサーここでぶっ飛ぶの嫌だなあのカードを破壊
破壊される。頼む、頼む、ちょ、ほんまに許して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 、ちょ、デーモン。だが貴様は通信帳の効果を止めたわけじゃない。俺様はリバースカードを発動するぜ。サンダーブレイク、あー手札を捨てると貴様のリバースカードを破壊するトラップ。おな、あ、しかそして、俺様は貴様のフィード上に魔法トラップがないため通信帳を蘇生する。はい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 、雷光の効果発動、取り出すことで手札の身長シブルグのレベルを下げ、アドバンス召喚。これやるわけ。身長シブルグ、されたエフェクト発動、ダークネスシブルグを特殊召喚。はい、あ、はい、俺のデーモン、俺のデーモン引かないか。デーモン取れなかったな。どこがエンタメだよ。俺らがしょっぱくね、これなんだ今のデュエルは。もうしょっぱいデュエルしたから、ちょっと俺らが見したろ、ちょっと俺らが見したろ。うん、もうデーモンを引けない、ちょっと心苦しさがね、そうあるな、物を変えてくれなかったな、デーモン。追い込まれてんじゃねえぞ。おい、ツンツン出てこい。さあやりますか。いや、さっきはね、ちょっとマジでガチでミスった、ガチでミスった。じゃあ俺、あの、引きたいと思ったキーカードちゃんと引いてたんですよ。しかもそれも3枚も。でも、カード名間違えて使えなかった。カード名を間違え、違うカードを入れてしてたの。そう。まあ、言いたいことはそれだけか。ちゃんと変わったからね、エンタメデュエル見せてあげますよ。本当か？なるほどね。さあ、行くぜ。デュエル全然信用ならんからな。おい。大さんに俺が優勝勝っさらうぜ。頑張れ。デュエル。頑張れ船長。なんでやねん、テイロおかしいやろ。じゃエクストラ入れろや、ついでに。本当だ。お、勝ったな、勝ったな、これは。お期待してるぜ。雷光発動、手札を捨てることによりデッキからシムルグを2枚手札に加える。俺様が手札に加えるのはダークネスと、うん、通信帳よ。ってことは昇進帳いるってことか。手札コストで切った昇進帳の効果発動、墓地から蘇るぜ。はいはいはい、さらに通常召喚通信帳シブルグ、これで召喚権がプライチ、フィード上のモンスターを生贄に新帳シブルグをアドバンス召喚。あ、強っ、間違え、強い強い強い、順番を間違えた、うん、待って、除外はレベルを下げて下げてからアドバンス召喚。そして先ほどサーチしてやったダークネスシムルグを特殊召喚。これ強い、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 ダークネスシムルグ。俺様これターン終了とともに新調シムルグの隠された効果発動。なんだそれは。先行バーン、やめろ、強い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 、本当に強い。それしかもそっちすり替えできるじゃん。あーすごい、まに最上級シムルグが揃った。終わりだ、ツン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 。ようやくまともな動きだ。ちょっと待って、え、そいつ、ね、表にするなら使えるから。表に奥は使えるって言うと発動はできない。奥は使える、奥は使える。発動は無効じゃ。嘘か。でもこのターン雷使えねえもんな。効果発動、超中毒をギリすることで発動無効。強い強い強い、奥はでシールは使える。魔法カード発動、炎王吸収。現れろ、ガルドニックス。ガルドニックス。そして雪天気シエルを召喚。雪天気シエルが召喚に成功したとき、じゃ死ぞ。じゃあ雪の天気模様でいいや。そうそう、さっき変換間違えて入れてた。うおー、雪の天気模様効果発動。まあここはターメルかな。そして、カードをセット。船長大丈夫か？ターンエンド。船長大丈夫か？あのカードが、あのカードさ。では、戻ってくるぞ。このターンはスタンバイフェーズ時にガルドニックスを特殊召喚。ガルドニックスが特殊召喚に成功したとき、フィールドの自身以外のモンスター全てを破壊する。いやー、快適。そしてシエルちゃん戻ってくる。船長大丈夫？シシビルゲー。手札がダムルグ。あれ、船長スキルがある。あれ、船長の心が折れた。スキル船長心折れた。スキルはバンデットです。バンデットか。バトルだ。ガルドニクスで攻撃。うおー、なんだこのデュエル。おもんな。死んだ。やっぱ雪はフェイクだったか。英語の吸収か。
サッセライダーではなぁ強い。どこ止めても貫通されてた気がする。うん、確かに。雪を通しても、まあ、3枚もね、カード引いてるのが悪いな、今のは。なんで俺が悪者な。そうさっきあの円を転換の方入れて、円を転換3枚引いててどうしようもなかった。負けたんですけど私。やっと勝ったぜ。そうですね、やっと勝ったぜ、モツクさんに。負けたんですけど。はい、というわけでね、編集点大事だから。ちょ言わないでよ。もう一回はいというわけでねって言わないといけない。言ったらええがな。何回でも言ってやれな。言えよ。はい、というわけでね。なぜ彼は笑っているんだい。まあ新パックが出て、一発目のね、新パック誰が一番使うのかうまいトーナメント、やっぱりね、ここは僕が勝ったということで、今回の新パックトーナメント最強は天気ということでいいんじゃないでしょうか。偉い偉い偉い、すごい、はい、偉い。まあ過去一あれな、あれでしたね、多分過去一取れ高ない。そう言わずに編集でなんとかなるんやろな。多分神編集ですげえデュエルになってやろな。エフェクトとか作る、多分もう順位みたいな。これ今あれやから、あの編集してくれる侍に届いてるから、ごめんって、このピストル、この銃口は侍に向いてるから。しっかりするんやぞ。頑張れ。はい、では、今日もどうもありがとうございました。あの4人のねチャンネルは、全部あの下にね概要欄に貼ってるんで、そちらぜひぜひ皆さんチャンネル登録してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では、今日はどうも皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ヘイローさんめっちゃ尺余ったね。え、マジ。いや、てか8時からさ、あの大会の運営だからそれまでに、だから今日は1本だけだねって言って6時30分に集合って言ってさ、あ、これも、ま、今終わってんの撮影。終わってない。それをそこに言っちゃうの。おまけ、おまけよだ。侍さんがかわいそう。いや大丈夫大丈夫、侍ならいい感じに編集してくれれば大丈夫。いいけど負担が増える。え、でもこれ侍さん申し訳ない。もうそう、侍はいいやつ。絶対閉めた後に言えって思ってる。そうそう、まあ、とりあえず閉めてや。閉めるか。閉めからちょっと話そう。うん。オッケー。閉めるのが先や。じゃあ、じゃあまあここいい感じにね、あのカットとかしてもらって。わかったから早く閉めろや。はい。では、今日はどうも皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。